おはようございます。2日目の朝です。私は今朝4時に徳沢ワインを出発して、今横尾山荘に到着しました。で、今から唐沢カールを目指して歩きたいと思います。はい、途中にずっと真っ暗の道だったのでだいぶ怖かったんですけど、一緒にね、同じペースで歩く方がいたので一緒に歩くことができました。で、まだ外は暗いんですけど、気をつけて歩いていきたいと思います。それでは、行ってきまで、今横尾を出発してだいたい15分ぐらい経ったんですけど、だいぶ明るくなってきました。もう減点はいらないかなって思います。すごい、こっから階段が続きます。徐々に上がってる感じですね。ゆっくりですか。はい、本谷橋に到着しました。で、ここからしっかり登るので朝ごはんを食べてから挑みたいと思います。すごい眺めがいいです。徳沢ワインで作っていただいた朝ごはんになります。沢沿いを上がっていきます。端から10分ぐらい歩いただけなんですけど、
だいぶ急登が続いています。こう石が階段上に設置してあるんで歩きやすいんですけど、結構足にします。ガールが綺麗です。So many years I put coins on a shelf to build up a kingdom for somebody.はい、唐沢ヒュッテまであと40分ぐらいになります。ここからね、等高線見る限りちょっと登るかなって感じですね。それまではすごい平坦な道だったので歩きやすかったです。ではもうちょっと頑張ります。唐沢ヒュッテと唐沢小屋の分岐です。私はカールが見たいので、この唐沢ヒュッテの方向に向かいたいと思います。今からだいたい20分ぐらいかな。はい、あとちょっとです。唐沢ヒュッテに到着しました。Stand guard as the darkness comes and goes. If only you could see the way I do. Turn to me in your midnight blues. Gravity endlessly has me falling for you.唐沢カールの紅葉すごく綺麗です。この時期に一度は行ってみたかったので、すごく、ね、天気も良くて良かったなと思います。で、そろそろ下山をしないといけないんですけど、唐沢ヒュッテ名物のおでんを食べて帰ろうと思い、そのおでんが仕上がるのが10時半なので、あともうちょっと待ってから出発したいと思います。でその前にまだ時間があるので、いいスポットがあるので、そちらに向かって撮影をしてこようと思います。はい、パノラマコースのちょっと上がったところに来ました。ここからだと唐沢ヒュッテがドーンと見えて、すごくカールがね、より迫力がある感じに見えますね。
gravity endlessly has me falling for you, always to you. I'm just. はい、放送の島で戻ってきました。一気に駆け下りたので結構疲れました。では今から横尾までだいたい1時間で向かいたいと思います。朝暗かったので撮れなかったんですけど、撮れているとこんな感じでした。無事横尾まで戻ってきました。ずっと行きたかった秋の唐沢カール、本当に素晴らしかったです。今日朝4時過ぎに徳沢園を出発して、で唐沢に着いたのが8時半で、8時半からだいぶ11時ぐらいまでずっといたんですけど、もう本当に帰りたくなくなるぐらいすごく居心地のいいところでした。で、ね、友達にも会えたりもしましたし、あとあのカメラマンさんとかたくさんの方にも会えたのですごく嬉しかったです。で、唐沢までの道なんですけど、結構ね平坦な道が多くて急なところはあんまりなかったかなと思います。ちょっと岩がゴロゴロしていて足滑らしたらちょっと怖いなっていうところはあったんですけど、比較的登りやすいルートだなと思いました。で、道幅も広いので登ってくる方とねすれ違うのもすごくしやすかったです。で、テント泊で登られる方も結構いたので、今度はテント泊で挑戦してみたいなと思いました。で、ちょっとバスの時間もあるので今から3時間かけて上高地まで戻るんですけど、あの昨日来た道と同じなので今回はここでエンディングとさせていただきます。で、ちょっとあの今から徳沢園でソフトクリーム食べたいなと思っているので、あのおまけコーナーはちょこっとあるかもしれないんですけど、はい、最後までご覧いただけたら嬉しいです。ということで今回は秋の唐沢カールの様子をお届けしました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 World of confusion. Oh, I fell in an instant. Took but moments to see. That she was all I need.無事合羽橋まで戻ってきました。ちょっと穂高は雲に隠れてしまいました。ただたっぷり歩いたので今日はゆっくり休もうと思います。それではまたね。Yes, I fell in an instant. Took but moments to see that she was all I need. Yes, she